8月21 11日日日曜日11時30分第45回鈴鹿8時間耐久ロードレースの決勝レースがスタート序盤は1号車ヤートヤマハ30号車チーム h r c ウィズジャパンポスト2号車ドゥカティチーム香山による三つどもへの戦いが続いている鈴鹿サーキット周辺は非常に夏らしい晴天となっており気温は35度 路面温度も50度以上にまで上昇する、非常に厳しいコンディションとなった。伝統のルマン式スタートが行われる8体、シグナルがブラックアウトするとライダーが一斉にマシンへ駆け寄り、各社が轟音を響かせながらターン1へと向かった。ホールショットを決めたのは、4番グリッドスタートだった37号車 BMW もトラッドワールドエンデュランスチーム、マルクス・レーテルベルガーだ。 1> ただ1号車ヤートヤマハに1周目の最終試験でオーバーテイクを許した。レースは先頭に立ったヤートヤマハを37号車を追い抜いてきたホンダファクトリー30号車チーム h r c ウィズジャパンポストが追走。スタートでは出遅れていた2号車ドゥカティチーム k a g も3周目には3番手までポジションを戻しトップ2を追いかける体勢に入りすぐに上位3台がひと塊になった。 そして5周目、2号車の水野は、130R と最終試験で、30号車 HRC と1号車ヤートヤマハを続けざまにオーバーテイク。ルカティのマシンが1年目から8体のトップに立つという印象的な瞬間が見られた。その後、1号車ヤートヤマハのニッコロカネパは何度も2号車チーム加賀山の水野にオーバーテイクを仕掛けていく。序盤から激しいバトルが繰り広げられる。 厚い展開となった11周目には30号車 HRC の高橋匠が1号車ヤートヤマハを追い抜いて初めて先頭に浮上30号車がレースを引っ張り出すとここで一度バトルは落ち着き以降は30号車 HRC2 号車チーム香山1号車ヤートヤマハの順で走行が続いた優勝を争うだろうと見られてきたヤートヤマハ HRC そしてチーム加賀山の3チームが順当にトップ3を占める形で始まった2024年の鈴鹿8対。鈴鹿8時間耐久ロードレースはこの後まだ7時間以上を残している。